国崎半島と瀬戸内海国崎半島国崎半島の一地形図国崎半島は大分県の北東部に位置する半島である。大分県北東部に位置し、南側を別府湾、東側を伊予灘、瀬戸内海、北側を諏訪灘に囲まれている。半島の北には姫島がある。瀬戸内海式気候に属し、年間を通じて降水量が少なく、 冬も晴れる日が多い。標高721メートルの両湖山をはじめとする両湖火山群の峰々がそびえており、半島全体が円に近い火山地形である。丘陵地と谷が海岸に向かって放射状に伸びる。北部の海岸線は小さな入江と岬が連続するリアス式海岸となっている。日本の秘境100線に選定されている。人口102,499人。 面積 877.74K 平方メートル、人口密度117人 K 平方メートル。奈良時代から平安時代にかけて、仏教に佐八万の八万信仰を取り入れた六号万山と呼ばれる仏教文化が形成され、山岳地域の険しい山道を歩く、峰入りと呼ばれる難行が行われるようになった。六号とは、ライナは、田支部、意味、国崎。 秋、武蔵の6つの地域を指していると言われる。現在でも内陸部を中心に多数の寺があり、観光名所となっている。また、江戸時代のキリスト教徒で日本人として初めてエルサレムを訪れたペトロカスイ、キベの出身地でもある。大分空港、ありがとうございます。